実は、オスカーにはもう一個韓国の作品がノミネートしていました。えー、あんまり知られていませんが。読みます。<あ>セウォル号事故を扱った短編ドキュメンタリー映画、不在の記憶の制作人とセウォル号事故の遺族がオスカーのレッドカーペットに上がった。セウォル号、チャムサルタル短編ドキュメンタリー映画、ブジェ記憶제작진과セウォル号ユガ족들이オスカーレッドカーペットへった。 不在の記憶チームは2月9日午後2時20分、韓国時間10日午前7時30分、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスのドルビー劇場で第92回アカデミー賞オスカー受賞式を控えレッドカーペットに立った。不在の記憶チームは9日午後2時20分、韓国時間10日午前7時30分、미국カリフォルニア州ロスエンジェルスドルビー극장で第92回アカデミーオスカー試賞式を앞두고レッドカーペットに섰った。 現場には、イスンジュン監督、カン・ビョンソクプロデューサーと、セオルゴ遺族の丹ウン高校のチャン・ジュンヒョン君の母親、オヒョンジュさん、キム・ゴング君の母親、キム・ミナさんが登場した。イスンジュン監督と遺族は、セオルゴ当時、命を失った一部の生徒の名札を首にかけてカメラの前に立った。현장에는、イスンジュン監督、カン・ビョンソクプロデューサーは、セルゴ유족인、ンゴ、チャンジュョン君、オヒョンジュ氏、 金梗鈍은おもに金美奈氏が등장했たイ・スンジュン監督か、ゆずくるん、セルホ참사당시、목숨을잃은一部학생의の명찰을めご、カメラ앞에서기도했た不在の記憶は、セオル号事故の当時の状況や通話記録を中心に、2014年4月16日を記録して、国家の役割の不在を指摘した29分の短編ドキュメンタリーだ、韓国のドキュメンタリー史上初のアカデミー授賞式の本賞候補に指名された。 부제의 기억은 세월호 참사 당시 상황과 통화 기록을 중심으로 2014년 4월 16일을 기록하고 국가의 역할 부재를 꼬집는 29분 분량의 단편 다큐멘터리다. 한국 다큐멘터리 사상 최초로 아카데미 시상식 본상 후보에 지명됐다. 遺族はセオル号事故を扱ったドキュメンタリーを全世界に伝えるために自費で旅行を共にしたという遺族はセオルゴー事故を扱ったドキュメンタリーを全世界へ알리고자자비를들여여정へ함께한것으로알려졌다というわけでですねまあこれ残念ながら受賞はならなかったのですけれどもんこんな作品も実はエントリーしていました그냥제가몰라서그러는지ちょっと그ニュース에서도이화제는 なんかもう、パラサイト祭りでしたからね。パラサイト一色になってましたからね。短編ドキュメンタリー賞は、確かに地味な、アカデミー賞の中でも地味な部門ではありますけど、でも見てみたいな、これ。うん。29分、狭いドキュメンタリーかな。この結構通話記録って、実は面白くて、面白いというか、うあの、興味深いものがあって、やっぱなんか、 国家の役割の不在っていうところを共通してるというか、つまりなんでそうなるかっていうと、あの、パックネ大統領空白の7時間問題ってあったじゃないですか。ねね要は、一報を受けてから、夕方に対策本部の前に出てくるまであん、お前何しとったんやっていう、だいぶ非難されているやつ、<え>そこまでの、ね、何をしていたかの記録が全くないっていう、こ<え>とことあっていた説、なんか、デトックス注射をしていた説、<え>いろいろありましたけれど。 僕まだこの映画見てないので、ちょっとどういう構成になってるかわからないんですが、通話記録を見ると、肝心な報告は大統領にあげてないのよ。事務方が。っていうことがわかる。おそらく大統領には、都合のいい報告しか上がっていなかった、ということがなんか、記録をたどっていくと、だんだん浮き彫りになっていく。で、その対策会議に夕方現れたパックネ当時大統領は、なんか、トンチンカンな質問をその場で投げかけるわけね。 아이프 재킷 쓰던 놔라 나라, 않을んじゃない노.みたいな. 아 진짜. 이 당시 제가 좀 회사 일 때문에 응, 세월호 세월호 여기에 같이 갔었거든요. 아, 이때 맞다네. 응, 근데 거기서 거기서 일본에서 뉴스를 보면은 되게 난리를 치는이라고 하면 좀 그런가 그런 어머니랑 아버지랑 그런 모습만 자꾸 보였는데 제가 봤던 모습은 그, 더 차분하게, 그리고, 많이, 음, 많이 힘들어 하면서 기다리시는, 음, 아 어머니, 아버지, 그리고 가족들? 그런 모습이었어요. 그게, 제가 지금 또 엄마가 되, 되다 보니까, 더욱더, 음, 그때 생각을 하면서 가슴이 아프네요.そうですね. 음. 아,そっか.あの, 펜목한이, 있ってましたね.なんかその話 펜목한... 많してましたね 까지는, 네, 거기까지 갔어요.どうしてもなんか, 習慣の違いも、文化的な習慣の違いもあるし、その、なんか人の死とかにこう大声を上げて泣くみたいなのがどうしてもやっぱり差が際立っちゃうので、なんかそういうところがどうしてもね、なんか日本のテレビにはついつい出てしまうところですけど。근데또、멀리떨어져있는체육관에서、うん、거기서가족들이많이기다리고있었는데、もう、쓰러져가지고リンゲル맞으면서、うん、계속계시는어머니들도있었고、はぁ。 되게, 아나운스가 날 때마다, 음, 조심조심 보러 가는 누나들, 언니들, 음, 어, 네, 음, 이것도 수상돼가지고, 함께 전 세계에서 같이 생각할 수 있는 기회가 됐으면 좋았었는데.そうですね. 야, あなんかほんと 파라사이트 の受賞にものすごく,こう,世の中が浮き足立っていて,地味ながらこういう, いろいろな足取りを伝えるものはなかなかニュースに流れませんでしたけど。まあ、韓国でもまあやっぱりあのニュースとして流れてはいたけど多分扱いとしてはもう、本樹の船、気仙中って感じでしたが、えー、今年で6年か、改めてなんか思い出すケーキになればいいなと思います。まあなんか当時は結構やっぱり船長に許せないみたいなそういう雰囲気が強かったじゃないですか。まあ確かに船長はあのね、あの、<laughs> 救助もそこそこに自分で。こうん。ね、そうそうそう。一人で先に逃げようとするとか、いろいろ、あの、責任感に関してはかなり疑問はあるんだけれど、ただ、船長を一人のせいにしてたら、あの、世の中良くならないよ、みたいな話を。なぜこんなことが起きたのか、社会の構造から考えようよ、みたいな話を当時、韓国の、あ、ネットメディアに、それこそ書いて。当時、韓国人はみんななんか動揺してましたので、万年まりだていちゃんちでしたけれども。 祐介さんは、セオロチャムサイで僕はあの当時、日本のテレビ局で翻訳の仕事をしてて、うん、それで、まあ、あの向こうから送られてくる素材を見て、うんまあ、翻訳するっていう仕事だったんですけど、やっぱりもう、しんどいんですよね、うんうん、ずっと見てたら本当、で結局、そのあいろいろ終わった後であとで、ソウルに行ったので、うん、行ったときにあの、アンさ、うんのハットンブニャンスを、ねね、あの、ました、ね。 うん、あそちょっとねうんいまだにちょっと背泥の話聞くとちょっとうんなんか胸が痛いという,いう簡単な言葉ではなかなか表現しきれない、まあ、今もねあのハンハンムのところにニャンソがあって訪ね,<ー>ねていきましたけどやっぱりまあね遺族の方もずっとバーンで交代でいらっしゃるんだけどなかなか簡単に言葉はかけれないなっていうのはちょっと正直思いましたね,ね<ー>というわけで ぜひ、これを聞いていらっしゃる韓国映画業界関係者の皆様、ぜひ日本で公開してください。<laughs> <실か> <laughs> <laughs> 結構いらっしゃる感じが<ー>しています、実は, <laughs> 実は。はい。계、えー、셨으면、잘부탁드리겠습니다。はい、えっ、ー、と、プロモーションで来日する監督さんとかいらっしゃれば、ぜひインタビューも引き受けますので。<ー> <laughs>